はい、皆さんこんにちは、伊坂です。ミュージックスタジオハロゲートのボイトレチャンネルへようこそ。初めましての方、私はカナダと日本を行き来しているボーカリストです。このチャンネルでは毎回人気の曲をピックアップして簡単な解説をつけて歌っていきます。少しでも歌上達したい方の参考になれば嬉しいです。それでは今回カバーする曲ですが、鬼滅の刃にハマってしまいまして、グレンゲやって、ホムラやって、そして今回は第3弾ということで、この衣装まで着てですね、気合を入れて、炭治郎のお母さんですかね、ということでちょっと気合を入れて、今回第3弾はかまど炭治郎の歌です。目を閉じて思い出す過ぎ去りしあの頃の戻れない帰れない広がった深い
今回の歌のポイントは言葉の前に H をつけるです。以前ホームにてウィスパーボイスを解説した回でも取り上げているんですが、こうハスキーというかすごくソフトに優しく息多めでね、ブレッティーサウンドとかも言ったりしますけど、すごいこう息多く使って、今回は言葉の最初に H ですね、これをつけて歌ってみましょう。それでは早速練習をしていきます。目を閉じのちち字のところで、字の前に H があると思ってください。歯があると思ってください。目を閉じて、こういう感じです。でその次も思い出す、でその次も過ぎ去りのリですね、リの前に H をつける。そしてあの頃のののですねにもつけてみます。そうすると過ぎ去り過ぎ去りし、あの頃のの、こういう感じになります。戻れなな、の頭に H をつけます。戻れない、次も帰れないのなですね、帰れない、で広がった広がったのああで H をつけましょう。広がったいいですね、深い闇、このように練習をしていきます。そうするともう一回やりますね。目を閉じ思い出す、過ぎ去りしあの頃の、戻れない、帰れない、広がった深い、息はぜひはーはーというふうに息を出していきましょう。口からねはーって出すようにしていくのがポイントです。それではぜひお家でも明日から実践してみてください。はい、皆さん今回のレッスンはいかがだったでしょうか。少しでも役に立つ情報になればと願っています。引き続きオンライン30分無料体験レッスン開催中です。詳しくは概要欄からご覧ください。ぜひ応募お待ちしております。たくさんリクエストいただいてありがとうございます。引き続きリクエストありましたらぜひ教えてください。それではまた次回もお会いしましょう。ミュージックスタジオハロゲートでした。バイバイ。